全体のねバランスが良くなってくることによってそこの血流っていうのを改善するので、排泄されやすくなって治りやすいっていう環境は作れるかなと思いますね。簡単なのは水分取って食事を減らす。やっぱり効果あるのは筋活。筋活、うん、こんにちは、疲労回復協会の岡村です。本日も熊谷会長に、痛風についてお話を、伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。痛風に対して、まあ、整体が効果があるのかっていうところと、まあ、あとはその自分でできること、痛風になった時に自分でできることについてお話を伺っていきたいと思います。まずちょっと、整体が痛風に対して、まあ、効果があるかっていうところでいかがでしょうか。効果あるんですよね、うん、痛みも結構なんか取れたりします。ただやっぱり、まあ、滞ってる組織、まあ、成分、まあ、尿酸とかって言われたりしますけども、まあ、そういったものを早く排泄してあげないといけないっていうところで、で、まあ、体が歪んでるってことはその道筋ですね、経路がこう歪んでるってことなので、うん、歪んでるよりもまあ、真っ直ぐな状態の方が当然それって排泄されやすいですよね。なので効果も非常にありますし、刺激物自体も刺激しづらくなるんですね。歪んでるとそこに滞留して、うん、まあ、刺激物をどんどん出していくわけですけども、うん、まあ、それが、まあ、刺激されにくくなるので、うん、まあ、その場で痛みがね消えるっていうふうなケースもなくはないですね。ただあくまでもあのサブで考えていった方がいいかなと思います、うん、治りやすくはなりますね。実際その直接、まあ、親指の付け根が痛くなっている方多いと思うんですけど、うん、そこに対してのアプローチっていうのは結構あんまないです。あんまりないんです。歪みと関係ない状態で、うん、歪んでなくても腫れてるっていう状況になってるので、なので結構ね僕らも見ると分かるんですよね。なので歪んでないけど腫れてる、あ、これ痛風っぽいなっていうのが結構あったりするので、ただその場所は歪みがなければ僕らも触らないので施術しませんから、うん、痛みがひどくなるっていうケースはあんまないんですけども、かなり全体のねバランスが良くなってくることによってそこの血流っていうのを改善するので、排泄されやすくなって治りやすいっていう環境は作れるかなと思いますね。その自分もしなった時に自分でできることというか、まあ、食事っていうのが一つあると思うんですけど、その他にこれはやった方がいいっていうのはもしあれば教えていただきたいんですけど、もうね、はい、簡単というか当たり前なんですけど、うん、人間の体ってそんな症状に合わせてやるべきことってそんなないんですよ。大事なのは自分の代謝を上げていくっていうことなので、うん、代謝を上げるためにどうしたらいいかっていうと、やっぱり温める、鉄板です。鉄板では、痛風を温めちゃダメですこれ最悪なんで、足湯とかで反対側に出てなければ反対側温めるとかねっていうのはいいと思いますけど、その患部は絶対温めちゃダメなんで、気をつけてください。やっぱり痛みがひどくなったり、ひどくなるでしょうね。僕痛風じゃないので分かんない部分はありますけど、基本炎症って全部同じなんで、温めたりとかすると悪くなるケース、うん、うまくね冷やして温めてってこう繰り返す先生もいらっしゃるんですけども、うん、まあ、そういった特殊なやり方ができない場合は温めないっていうのが鉄則になります、うん、かといってじゃあ冷やす必要はあるかというと、冷やす必要も特にないので、他のところを温めるというふうな考え方で、処置していくと治りやすくなるかなと思います。であとは代謝を高めていくためには、もう水分をたくさん取るってことと、変なもの取らない、まあ、便通良くしていくっていうところなので、まあ、食事を減らすというのも一つ方法だと思いますね。食事を減らす、また食べないっていうのも一つ治していくための方法かなと思います。これはどんな症状も同じなんですね。まあ、治す上で酵素っていうのが必要になってくるので、で酵素って食事すると消化酵素ってめちゃくちゃ使われちゃうので、まあ、具合悪くなったりとかすると食事ってしたくなくなりますよね。食欲ってなくなると思いますし、調子悪い動物とかもね、どっかでこう座ってずっとじっとしてるっていう風な状態になると思うので、まあ、それってそっちの方がよく早く治るからそういう風にしてるわけ で、体からの反応としても食事取らないでねっていうのが、まあ、食欲なくなるっていう状態で出てくるので、治すために必要な反応なんですよね、うん。で、まあ、お腹減るってことはそこまででもなかったりするわけですけども、内臓疾患とかそういう話じゃないんですけど、でも、
反応としては治りやすさっていうのは食事をしない方が治りやすいです。まあ、かといって栄養不足っていうのも良くないですから、うん、まあ、その辺でバランス取らなくちゃいけないんですけども、まあ、食事を減らすというふうな意味としては、まあ、そんなね短期間であれば体にダメージも少ないでしょうし、うん、やってみてもいいかなというふうに思いますね。自分でやるっていうとねなかなか難しいんですけど、うん、まあ、簡単なのは水分取って食事を減らす。よくねテレビとかのチャレンジ企画とかでも尿酸値が減ったとかっていう風な方法を紹介されてますけども、うん、やっぱり効果あるのは菌活。菌活、うん、で納豆食べたりとか塩麹とかねそういう料理にしたりとかして、うん、腸内環境を整えていくというのは、うん、代謝のねすごく大きい部分を司っている部分が腸なので、うん、腸の環境を良くしていくっていう風な感じになると、うん、耐久性もつくし、その痛風になりにくくなったりとかもしますし、発作が治るという意味でも、うん、すごい効果高いと思います。で普通にこうね薬で散らしていくよりも、うん、まあ、絶対的に治りは早くなるはずなので、まあ、僕たちの視点からするとですね、うんうん、まあ、そういったところって非常に大事かなというふうに思いますので、その辺をチェックというかやってみていただくといいかなと思いますね。やっぱり痛風を予防していくには、まあ、そのプリン体が多く含む魚卵だったりとかっていうそのたくさん食べなくするっていうのはもちろんですけど、うん、そもそもその代謝不全なので、うん、代謝を上げていくために菌活だったりとかファスティングだったりとかしていって、うん、まあ、腸の環境を整えていくっていうことを同時にやっていくと再発がまあ起きにくくなるのかなっていうところですね。はい、そうですね。はい、ということで痛風になっている方は参考にしていただけたらと思います。こういった施術に関することをもっと勉強したいという先生は、技術研究室をセカンドチャンネルでやってますので、ご覧になっていただけたらと思いますし、整体の方を受けてみたいという方は、ABC 整体スタジオまでご連絡をいただけたらと思います。はい。本日はありがとうございました。ありがとうございました。